はい、こんばんは。ガチャヒロさんいらっしゃい。どうも。いやー、すごいニュースでしたね。皆さんニュース見ました？なかなかないなと思って。いや、これはびっくりしたよ。産経ニュース見ました？産経ニュース。不正受給はクズ。生活保護担当らが自費でジャンパー作り着用。受給者宅にも神奈川県小田原。あいわどつ。いや、びっくりしたよね。結構びっくりした。これはすごいよね。これどういうことなんだろうね。保護なめんなっていうね。生活保護のニュースすごいよね、これね。頭湧いてんじゃねえのかな、本当に。めちゃくちゃだよね、本当に。いや、なんか本当に俺いろいろ思うんだけど、本当に最近ネットとリアルを混同してる人増えてきたなっていうか、なんかそのインターン言葉の力なのかな。そのやっぱりね、いろんな人見るじゃないですか。要は何言ってるかわからない、思想がないって言えばいいのかな。思想がない、考えてない人とか、そういうレイシストとか差別主義者のコメントとかいっぱい見るでしょ。で、そういうのが生主やってたりすると、まあ中身がないんですよ。まあ要はね、ネットだからこういうこと書いてるんだろうって昔は思ってたわけ。あ、インターネットだから発散をしてるんだな、この人たちはって思ってたの。違うんですよ。これは僕が甘かった。要はネットでそういうことを書ける人って、そういう生き方をしてる人なんだよね。そう、ネットとね、リアルがね、もう本当にもうとんでもないことになってますよ。マジでやばいなって、やばい時代来たなって思ってますよ、本当に。まあ幸いなことにね、うちのリスナーさんはすごい、僕のフォロワーさんはものを考えてくれる人が多いんでね、向上心ある人とか優しい人とか考える人が多いんで、なんと礼儀も持ってるし、そこは恵まれてるなと思うけど、いやー、まあ世の中にはバカがいっぱいいるなっていうのはね。最近ラジオ配信ハマってるんですよ。なんかラジオの方が喋りやすいんですよね。にゃんこさんはどっちいらっしゃい。楽しんでってください。ラジオ面白いですね。なんかあったんですか？いや、まあニュースで、まあ生活保護の結構問題がバーってトレンドになってて、さすがにびっくりしたなと思って。他者を理解する能力低すぎ笑えない。何を言ってんのか全然わかんねえな。いらっしゃい。おはよう、リンゴさん。おはようございます。主語と述語がないとわかんないよ。ごめんね。言いたいことを言うだけなのか、会話をする気があるのか、ちょっと選んでくれ。後でヤフーニュース見てみます。いや、まあまあ、まあ僕解説してもいいんですけど、簡単に言うと、神奈川県の小田原市の生活保護の担当の人何人って書いてあるかな。まあ、厳重処分したのは7人なんだけど、英語で、不正受給はクズだって書いてあったりとか、
保護なめんなってローマ字で書いてあったりとか、そういうなんかそのジャンパーを自分たちで作って、職員がだよ、生活保護の担当官がね、で受給者の家とかを回ってたっていうニュースを見て、例えばそのジャンパーの背面には何て書いてあるかというと、不正受給をして市民を欺くのであればあえて言う、そのような人はクズだって英語で書いてあるんだって。生活保護受給者の現状とか知らずにディスる方多すぎって意味、ちゃんと書かないとさ、わかんないよ。そう、あのね、いや俺ガチッチの言ってること的を得てると思ってて、あのね、これをまだそのネットとかでやるならわかるんですよ。これを俺は職員、要は生活保護受給者に最も近くて、そのセーフティーネットなわけじゃん。要はその、なんていうの、生活保護を受けてる人たちをケアするのが仕事、要はそれでお金をもらってるわけですよ、この人たちは。この人たちの仕事は、その自分たちの言いたいことを言うために給料をもらってるわけじゃないでしょっていう、俺が怒ってるのそこなの。考えられないって言ってんのは、別に不正受給はクズだって言っていいんだよ、それはでも家でやれよって話よ。その給料もらってる時間にやったらダメでしょって思わない？ましてや、その生活保護を受けてる人と、例えばね、これどういうことかっていうと、例えば僕は精神障害者なんですけど、病院に行きましたと、精神障害の病気で悩んでますと、薬くださいと、早く病気良くなりたいですっていうのに、医者が「気違いはしね」って書いてあったら怒るでしょっていう話にすごく近いと思ってんのよ。いやいや、あなたは病気治す立場なんてなるじゃん。そうそうそう、担当の職員がやることじゃないっていう。だからこれって要は不正受給とかいう問題じゃなくて、その何、不正受給とか唱えてるやつどころか、現場の最前線にいる人間がこのレベルなんだよ。やばい、もう炎上ですよ。これはやばいでしょ。もう考えられねえなと思って。これはびっくりしましたね。いや、さすがに、もう、なんか、すげえなって思ったね。呆れたとか、怒りとかじゃなくて、なんだろう、それが許されるんだっていうか、アフリカとかのニュースみたいだもん。日本だよな、ここ、みたいな。いや、だから受給者増えるとは思わないよ、俺は。イコール関係じゃない。だから、いつも言ってるんだけど、生活保護はなぜ増えてるのかっていう問題をちゃんと捉えられてる人が少なすぎるっていうことをよく言ってんのよ。だから受給者増えるっていうのは因果関係ないよ。これは考えてないと思うの。別に俺はガチッチ否定するつもりはない。だけど、こういう T シャツ着てる人がいるから受給者増えるわけではないよ。個人的な話なんだけど、私の身内受けてる人いるから他人事じゃないわ。まあ俺もね、生活保護受けてるからね。いや、当事者ですよ。だから俺んところ来たらもうネタにするよね、完全にね。あ、今からカメラ回すわって言って、まあ自分がやってること考えろよって絶対やるもんね。ペコさん、こんばんは。抜け出せない制度だろ、生活保護とは名ばかりで抜け出せない仕組みなんでしょう。それはね、今俺が直面してる問題だからね。ただ今回の事件とそのことについては因果関係はないですよ。まあ生活保護とは名ばかりだとは言ってないの、俺は。俺が今、個人的に抱えてる問題はそこじゃないね。抜け出せない制度っていうよりも、なんていうのかな。よくね、みんな勘違いしてるんだけど、生活保護を受ける方は大変で、抜けるのは簡単。要は、手続きなんかすればいいんでしょっていうイメージがあるじゃん。生活保護はなかなか審査とかがあってとか、書類の手続きは面倒でとか、水際作戦があってて、俺全く逆なの。ネットに書かれてることと全く逆の現象が起こってて、生活保護はすぐもらえたんですよ。まあ多少なんかこう言い合ったりはしたけど、そんなにでもなかったんだよね。だけど、いざ抜けようっていう手続きをしてると、まあ大変だよね。
まあ大変ですよ。正直、すごい大変です。パブリック、何が？公的って意味じゃなかったっけ、パブリックって。何の話だろう、何がパブリックなんだ。いやー、すごいよね。なかなかびっくりするよね。結構驚いてますね、正直。まあ、でもまあ、世の中で頭のいい人って俺1%もいないってよく言ってて、本当に頭のいい人ってやっぱ1割もいないんだよね。1%もいないと思ってんのよ。だけど、その99%のそのバカさ加減がどんどん加速していってるっていうか、極端になってるなぁとは思うよね。なんか昔は5%ぐらいいたんじゃないかなみたいな。もっと、もっとちゃんとやってたよなみたいな。なんか職、プロ意識みたいなのないんだろうね、多分ね。実際私はこうした生活保護を抜け出せましたって本とか出せば貢献になるんじゃない？いや、本は、なんて言うんだろうな。例えば、まあ、本出せよっていうのは、すごくいい意見だと思って、俺も出したいと思うの。話が来たら、いや、書きますって言うと思うんだけど、実際その、本を出すって、やっぱりさ、出版社とか、周りの兼ね合いとかがあるから、なんて言うんだろうな。出版社側に評価されないとまずいけないじゃない？だから、俺はできることをやろうと思ってて、まあ、生活保護を受けます。受けてます。収入上げようと思ってます。働いてます。抜けますっていうのは、ほら、リアルタイムでこうやって生放送でシェアをやってるわけなのよ。だからまあ、本を出すだけが社会貢献じゃなくて、なんかこう、みんなにさ、情報を配ることで、なんか役に、一部、ごく一部だよ。99%の人には役に立たないけど、たまにさ、ほら、ワードを見て働こうと思ったわ、とか、あ、生活保護困ってて受けたわっていう事例をさ、ほら、やっぱ当事者携わってくるから。やっぱその配信者ってさ、大人数の人を相手にするわけじゃないですか。で、やっぱりその全員に話さないといけないんですよ、同じ話を。で、それも面白おかしく、みんなが楽しめるように話さないといけないんだけど、実際その伝わってほしいなとか、理解してほしいなっていう本質みたいなものはあるんですよ。本質みたいなもの。なんかこう、やりたいことっていうか、こういうふうに生きたいみたいなのあるじゃないですか。こういう人たちに希望を与えたいみたいな。そういう人たちに届いたときは嬉しいですよね。ただまあそういうのってやっぱり本当に少ないんで、なかなか見えづらい部分はあるかもしれないけど、やっぱそういう声が届いたときには嬉しいですよね。みほちゃんはどつ、にゃんこさ、加減を知らない人が増えた。なんだろうな。すごいよね。なんかそれがかっこいいと思ってるっていうか、正義感でやってるっていう感じなんじゃないのかな。あくまで配信だとそこまでたどり着くプロセスとかマーケット、そう、ブランディングじゃないけど、やっぱ本とか出すってある一定の評価だと思ってるから、俺は。だから結構難しいことなんじゃないかなと思ってて。だからそれまでに積み上げるにはさ、やっぱり、あ、まあ配信でこれくらいのフォロワーがいるんだとかさ、アクセス持ってるんだ。じゃあ出版社もこれくらい売れるんじゃないかなって。やっぱビジネスマン計算するわけだから。そういうね、なんかその無料でみんなの情報の役に立ってさらに実績になるっていう、そのウィンウィンな関係築きたいよね。とは思ってるけど。山手線の豆を今潰したわ。
家出がヒットすれば。いやー、どうだろうね。あれはもう一種のもいないし。どうだろうね。ちょっとした歯だけ違うけど、障害者施設を襲撃した人間と似てるね。その生活保護の職員。まあ、その経緯があるらしくて、まずこの T シャツをなぜ作ろうと思ったのかっていう経緯が、生活保護受給を停止させられた男がいて、で、その男っていうのが、職員をカッターナイフで切りつけて2人が怪我をしたっていう事件があって、で、その担当、その区内の係長が発案して100人ぐらいが来てたらしいよね。なんかね、そのガチイチが言ってることってすごく大切で、本を出したいとか映画を作りたいとかさ、テレビに出たいとかラジオに出たいとか、要は有名になりたいってことだよね、簡単に言うと。なんかあるじゃないですか。みんなにもあるでしょ？有名になりたいとか評価されたいっていう承認の欲求っていうんだけど、マズローの5段階欲求説では。人間誰でも持ってると思うの。そういう名誉みたいな。だけど、もうね、30にもなってくると、だんだんそうじゃないなっていうのが出てくるんですよ。要は本質的に正しいことをやって、本質的にやって評価があって初めて、そういう風になるんだっていう。だから日々の行いが一番大事だなと思うよ。本当に。日々何を積み重ねてきたかで評価されるべきだよね。ショーン・ケイみたいになっちゃうわけよ。そこを間違えると。う。難しいけどね。だからまあ僕は今できることをね、コツコツやるだけですよ。本当に。まあね、若い時はね、結果を出したいとか、こう、ね、ちやほやされたいっていうのは絶対あるんですよ。逆にないとダメだと思ってて。でもね、やっぱりね、それはね、そんなに甘くはないっすよね。やっぱ、努力とか、ちゃんと本質的に正しいことをやってたら、そういうものは後からついてくるんですよ。そういうもんですよ。逆にね、そういうものをおろそかにしてるやつっていうのはすぐ消えるんですよ。まあ、そういう風なのが31年生きてきた今のところの結論ですね。でも、思ったけど、もう資本主義はもう限界だな。本当に思う。なんかいろんな問題、なんかね、俺ね、オウム真理教のね、事件がまだ続いてるような気がするんだよね。ISIS の問題もね、オウム真理教の問題も一緒に見えるし、なんだろうな。結局ね、資本主義の限界を感じますよ、すごく。社会主義がいいっていう話じゃないかんで、そこ勘違いしないで。結局のところ、社会主義もダメなんだよ、俺からすると。もちろんダメなんだけどね、資本主義もダメ。民主主義はもっとダメだよね。本当に。だから今はすごい時代だと思うよ。その価値の転換みたいなことをしないといけないわけじゃん。その日本で起こってるだけの問題じゃなくて、先進国で軒並み起こってる問題だから。俺はなんかその自分なりの答えはだんだん見出してきたけどね。社会全体を救うみたいなことは無理かもしれないけど。ここだなっていうのは大体気づいてきたよね。自分の中の答え出てきたなと
飲食店の喫煙問題決まったらやばいよね。なんかさ、どうなんだろうな。それって国がやることなのかなとは思うけどね。逆に喫煙者しか入れないって店、あ、それは差別か。どうなんだろうな。要は家の中だけですよってこと？一部の過激派であった丸々主義全体が成り立ってないっていうか、ほら、そういう話じゃなくて、なんだろう、そういう話じゃなくてさ、資本主義なわけじゃん、この国は。建前上民主主義なわけじゃん。その体制がもう限界だよねっていう。喫煙ルーム作れるわけないやん。作れるわけない。俺、喫煙ルーム作れって言った？俺言ってないよ。言われてる？誰が？ちょっと待って、日本語デラさん、もっとゆっくり喋ろう。誰が言ってんの？誰が言われてるって。限界だよね、ちょっとね。弾けた時がやばいっつうか、今はもう結構壊れた段階に来てると思ってて、どうなるんだろうなとは思うけど、もう弾け、とっくに弾けてるわけじゃないですか、日本なんか。これからもっと壊れていくのが確定してるわけだから、まあどうすんだろうなとは思うけどね。800万に戻る。全然わかんないけど、800万に戻るってか。八百万？何、八百万って。八百万に戻るっていうか、俺、八百万っていうのかよくわかんないんだけど。八百万の話してなくねえか。八百万、資本主義がダメっていうのは、八百万に戻るっていうのが全然つながんないんだ。どういうことだ。今日はあれだな、閲覧多いな。お、アイラ300万超えたか。すげえな。いくらいくんだろ、今月。やっぱ。稼ぐな。すげえ太い囲いんだろうな。
あれニュースって見れなかったっけ？あれ？あ、ニュースが見れるのって携帯電話だけなんだ。知らなかったわ。あ、そういう仕様なんだ。ツイッターって見れないんだね。ニャンスカさん、こんばんは。なってばっかり。なってばっかり。そう。おはようございます。ひろきちさん、おはよう。動画にしないですか？ああ、何？カメラつけろってこと？いや、今日は別に、なあ、もう俺の顔なんか見たって面白くないでしょ。別に。情報が伝わればいいわけだから。ラジオでよくない？全然。ラジオで今日はいいかな。結構ラジオ配信楽しいんだよね。俺好きだよ。保護問題はどこまで話進んだんですか？いや、まあ言いたいこと言った感じだね。まあ、ないよねっていう。まあだからそのなんつうの、まあ、立場的な、まあだから俺が話したのはそのもうなんつうの、バカもここまで来たんだなっていうか、要はその職業としてのプロとして成立してないっていう話をしましたね。そこに尽きると思ってる。もうプロ意識とかないんだよ。家でやるべき問題なのにさ、それを着てね、仕事をしちゃうっていうのがもうすごいなって思って。よくそれを見逃してたよなみたいな。しかもそれを係長かなんかがやってたんでしょ。すごいよね。ありえないわ。っていう感じ。まあこれは叩かれて当然だよねっていう。まあでもよく内部でよくやったよ。内部から出た海だもんね。まあびっくりするよね。カエルさんいらっしゃい。なんかでも、まあニュースになったっていうのがまだ救いだよな。これをやってたバカがいるっていうことも考えられないけど、それを正しくないっていうことで報道が流れたっていうところはまあいいなとは思ったけど。
いや、結局そこなんですよ。あのね、上司に言い出されたら鵜呑みになってるバカがいるっていうことなんですよ。こんなの普通に考えたら、いや、やれないですっていうのが普通だと思うの。社会人として。要は、もうね、働くっていうことが奴隷業みたいになってるんですよ。上司は上司であって、ね、なんていうのかな。だからね、仕事の上司をなんか殿様かなんかと勘違いしてんだろうね。ダメなもんはダメでしょ。なんだろうね。なんかもう大丈夫かって思うんだよね。なんかそのブラック企業とか言ってるやつらも絶対間違ってるとか思うし、なんかいろんなところに、なんでこんなバカがいっぱいいるんだろうっていうのにびっくりしてる。まあ、昔からびっくりしてるんだけど、楽しいのかな、そういう生き方して。なんで嫌って言わないんだろう。嫌って言わないってことはさ、それ、何、自分が、いじめの構造と一緒だよね、それ。いじめはダメでしょ。言えないんだ。なんで？だから、もう金に魂売ってるやつが多すぎるんだよ。だって、なんかね、日本人って特にそういう気が強いと思ってて、俺、なんつうの、いい年したおっさんが金払うガキとかにありがとうございましたってマニュアル通りに頭下げてんの見て、プライドねえのかなとか思うもんね。僕ありがとねえでいいじゃんね。また来てねえとか、お買い物偉いねえでいいじゃん。なんかもう、子供の頃からさ、金払う方が偉いっていう風な、なんか、もう俺昔そうだったと思うけどな。いや、今日ね、今日っていうか昨日か。昨日、宇宙村っていうところ行ってきたんだけど、すげえボロクソ言われたよ。まあ、宇宙村ってサブカルでは結構有名なんだけど、隕石売ってるおじいちゃんの、なんかもう宗教みたいな店で隕石売ってんだけど、あ、宇宙村ここにあるんだと思ってパッと入って、まあ、今度買いに来るんで、ちょっと店見させてくださいって言ったら、かっこ悪い生き方だなって店主に言われたもんね。最近の若いやつダメだよって、心がすさむぞって、なんか買ってけよって言われたもんね。あ、ごめんごめん、おっちゃんっつって。いや、無礼なのはわかんだけど、って。おっちゃんに一回会いたかったんだよ、つって。あ、そうなの？って言って話進んだけど。やっぱね、店側にも断る権利あるし、それで商売は成り立つからね。それは、まあ、おっちゃんが言ってるの正しいじゃん。いや、客で来たんならなんか買ってってよ、みたいな。なんだよ、お前若いの？金ねえの？つって。ごめん、今手持ちねえんだ、って正直に言ったら。お前、それはそういう生き方はすさむよ、って言ってて。でもさ、かっこいいじゃん、そういうのって。それ成り立ってるわけだし、そのおっちゃんは。本来、客の方が偉いなんて言ってるのは、どっかのバカが言い始めただけで、お客様は神様ですなんて、神様でも何でもねえんだから。だからもうそういうね、なんか右向け右進行みたいな俺苦手なんだよね。だから店と客ってどういう関係かって言ったらさ、取引をするだけの場であって、別に客も店主もどっちが偉いってわけじゃなくて対等なんだよ。で、トレードが行われるわけじゃん。要は、これ欲しい。いや、これ売りたくないわって言っていいんだよ。なんで飾ってんの？いや、俺の趣味って。ありなんだよ、全然。非売品って言って。例えばさ、セブンイレブン行ったら、じゃあ全部何でも売ってくれるじゃんって言うかもしれないけど、セブンイレブンのあの3列目の蛍光灯をつけてるやつが欲しいって言っても売ってくんないでしょ。いや、あれ備品ですって。いやー、セブンイレブンのあのパンの棚欲しいわ、売ってって言っても売ってくんないんだから。だから、なんかもう飼い慣らされてるんだよ、いろんなものに。もう要は、売ってるものを買うっていうのに洗脳されてるんだよ。セブンイレブンで値引き全然やっていいんだよ。安くしてよって。まあ、絶対ダメって言われるけど、言うことは権利としてあるんだからさ。ねえ。そういうなんか、それでいいと思ってて。ねえ、今日のパンちょっと10円安くしてよってね。かわいいじゃん。おかしな人かもしれないけど。なんかね。だから、俺はだから、なんつうんだろう。だから、言いたいことは、
むしろ上司であればあるほど言うべきだと思うけどね。そこまでして出世したいのかな。だからあれでしょ、結局摩擦が怖いだけなんだよ、今の日本人って。正しいことを言うことが正しいと思ってなくて、摩擦を避けるのがリスクヘッジばっかりやってるんでしょ。何の話？いや、まあ、リスナーさんがね、聞きたい話題を届けるっていう。俺はなんか、あれだぜ、コミュニケーションを取ってる感じだから、それは話はその時その時で、今いる人との話で話は全然変わりますよ。ギスギスするのが怖い。俺は逆だな。言いたいことも言えないこんな世の中じゃ、だよ。事なかれ主義日本。自己主張するのが悪いことだって教わってるからね。主義だよな。あとあれだよね、誰かが困ってても助けないよね、本当に。いや、ちゃんと自分の意見を言うことって大事だよ。自分の意見を言うっていうことは、自分がどんな人ですっていうことを相手に伝えることじゃん。それ嫌いって言われていいんだよ。本当に好きだわって言われ。だから最近知ってる、今の日本人の30代以上、何だったっけな、30代以上ね、童貞6割とかじゃなかったっけ、童貞率。すごくない？俺マジかと思ったよ。30歳以上の日本人の、4割だか6割だか忘れちゃったけど、いや、マジ？と思って。俺より、俺の先輩方の4割は童貞なの？と思って。だから、結局そういうところに出てんだよ。要はね、人間関係を深くできないんだよ。これ病気だと思うよ。いや、だから魔法使いがいっぱいいる。なんだっけ、童貞の率がすごかったんだよね。なんで、ちょっと待って。ちゃんと、なんか、うろ覚えで寝ながら見てた童貞の、あれデータだから、なんかすごかったんだよね。それ見たよね。なんだっけ、童貞。童貞率どこで出てたっけな。あ、4人に1人が童貞。4人に1人が童貞だって。30代の男女4人に1人が童貞処女。いや、嘘でしょ、これ。本当に。いや、寝ながら見るよ、やっぱり。もう、いや、寝る時ほどさ、やっぱさ、こういうデータを、俺データ大好きなんだよ。データって嘘つかないんですよ、データって。なんていうのかな、リアルなんだよね。その解釈みたいなのが全然出てこなくて。いやー、すごいよね。気持ちはわかる。いや、なんだろう。いや、まあ別にセックスが全てじゃないと思ってるし、でも、その女を抱いたことがない。まあ、いろいろあるんだろうけど、それって、その性欲が薄いとかいう問題じゃないと思ってんの、俺。なんだろう。もうね、人間と関わるのが怖いっていう域だと思ってるんだよ。要はね、友達を作れないのとすごく似てると思うの。男と女って、友情は俺ないって言ってんの、よく。よくこれ女の人から質問を受けて、和道は男と女の友情あるよって聞かれた時、そんなものは存在しないって言ってんの。
男と女が本当に仲良くなったらセックスするだろうって言ってんの。要は惚れるって言ってんの。で、要は男と女でそういう風にならないんだったら友情ですらないって言ってんのよ。俺も寝床で iPad ニュース見たりするでしょ全然。俺もずっと寝る前、あれですよ。ニュース見たり、ツイッター見たり、兄ちゃんのまとめ見たり。男女の友情はあるんだ。俺絶対、まあそれは、あるか。ないでしょ。あるの？あるか？どういうケースそれ。それ本当に友達なの？かな。俺はだから今まで、アルファカエルさん。あ、そう。俺は、やっぱ友達になっていくにつれて、そいつが友達として好きになっていくにつれて、チンチンが硬くなっていくよね。友達として付き合えば付き合うほどチンチンが硬くなっていきますよ僕は。ってことはあれですよ、友情はないんですよ。え、そういうもんだよ、だじゃないのかな、20年以上友達の異性がいる。だからそれどの程度の友達なの、なんつうの、チンチンは硬くならないの？20年間本当に一回も硬くならなかった？一回でもなったらアウトだからね、言っとくけど。俺絶対あると思うよ。逆に、だから20年間その異性と何も起こらない関係っていうのは深い関係じゃないじゃん。と思わない？どう思う？違うのかな？20年、要はだから俺友情で喧嘩したことない友達っていうのは友達じゃないって思うのよ。もうそれこそ殴り合ったりとか口論でも何でもいいんだけど、もうお前の顔二度と見たくねえわって思って初めて友達だと思ってるから、要はそこまで深く関わってないんじゃないの。結構深い、硬くならない。え、それ、どうなんだろうな。まあ、いろんなね、友情があるからね。音楽でつながってる。そうなんだ。あれだよ、相手側がガチッチに好意を持っててもダメなんだよ。で、一回でも。で、ガチッチが、まあ一回もないんだろうね、20年間。要はもう、性的には、もうその子が、要はエッチしたいとか抱いてって言うともう、ノーって言うんでしょ。いや、俺ら音楽のつながりだからっていう感じで、冷静に淡々と言えるかどうかよ。いや、無理無理無理って。それでも付き合いしたいって、だから俺の生き方なんだろうな。結局だからやれない女とは付き合わないよってことなんだろうな、俺。あ、でもね、俺ね、それあるかもしんない。あ、イリアいらっしゃい。やれない、要はやれる可能性がない女の子と付き合ってても意味ないよねって思っちゃうかもしんない。そういう素振りもないんだ。じゃあまあ友情なんだろうな。だから、そうそう、今その話聞いてて俺は思った。だから、俺は、その、仲いいし、仲良くなった女は惚れるし、セックスになると思ってるから、俺はだから、女をそういう目で見てるんだよ。結局。だから、まず、だから、もう友情か愛情なのか抱いてみないとわかんないと思ってるから。イリアもうとっくにニコ生やめてるよ。あれだよ、キャスだよ、イリアは。ニコ生だいぶ前にやめたよ。俺より前だもん、やめたの。
でもまあやっぱそう考えちゃうかな。だから、でもね、だから、のんたんが言ってるのは正しいんだよね。俺と仲良くなる女がいたら、のんたんが危機感を持つのは正しい判断だと思ってるから、だから、その女の人も近寄ってこないよね、やっぱり。のんたんは正しい判断をしてると思うよ。あ、こいつ、仲良くなったら抱くなって思ってるんだろうね、のんたんは。多分ね。あ、こいつ、誰とでもやるなっていう。一応プレイヤーかな、プレイヤーか。俺は浮気はできないかな。どうなんだろう。ニコ生ね。まあ、未練はあるっちゃあるけど、未練はないって言ったら嘘だけど、まあ今、ニコ生に行ったら、ふわっちの運営さんに対して不義理だよな。俺は、あれだな、ふわっちやるよ。可能性を積まないといけないからね、やっぱり。ノンタンとの関係を良くしたいから、俺は。そういうの大事じゃん。ノンタンとの関係を大事にするなら、ノンタンが嫌がることはしちゃダメでしょ。最高の恋愛とは相手に告げずに終わることさ。あ、俺ね、そういうのない。あのね、そんなの、だからそれ童貞の発想でしょ？だからそんなこと言ってるからさ、30代以上の4割が童貞処女になっちゃったわけじゃん。だから、結局、それって、なんだろう。なんかね、自分がダメなところをかっこよく言い訳をすることと、それって、あのね、最高の恋愛とは相手に告げずに終わることさっていうのは、振られた相手に言うとか、なんて言うんだろう。自分に言ったらダサいんですよ。そうじゃなくて、その人、他の誰かを助ける言葉であってほしいよね。わかる？そのニュアンス。なんか、かっこいいセリフも間違えてるやつっていっぱいいるんだよ。例えば、ドラえもんで言うとさ、ジャイアンの名台詞で、お前のものは俺のものって言葉あるでしょ？俺のものは俺のものって。あれさ、ジャイアンがのび太をいじめる時の言葉のように広まってるけど、あれ全然違くて。寅さんは、だから恋愛するじゃん。相手に告げるじゃん。絶対。寅さん、童貞のまま終わったんだ。車寅次郎はかっこいいけどね。あ、童貞だったんだ、寅次郎って。なんか嫌だな。ちょっと寅さんかっこ悪いな。まあまあ、で、話続けんだけど、もともと、ジャイアンがのび太をいじめて、のび太の何かを俺のもんだって言ったわけじゃないの。俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものっていうのは、のび太を いじめるためじゃなくて、どういうシチュエーションかっていうと、のび太が隣町のジャイアンみたいなやつに、ファミコンのカセットを取られるんですよ。で、泣くんですよ、のび太が。で、悔しいって言ってる時に、ジャイアンが奪い返しに行こうとすんの、のび太のために。要は喧嘩売りに行くんですよ。なんだ、俺の友達のファミコンソフトいじめっ子がいるのか、つって、許せねえって言って、のび太は、ジャイアンやめてよって、ジャイアン怪我しちゃうよ、いいよって、僕いいよって言った時のジャイアンのセリフが、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のものって言って、喧嘩を売りに行くんだよ。めちゃめちゃかっこよくない？ジャイアン。なんかさ、それがさ、その名台詞がさ、間違った解釈で広まってるから、なんか、使い方間違えすぎなんだけどっていう。ジャイアンかっこいいよね。そう。っていう、ジャイアンの、かっこよさい、かっこいい話なのに、ジャイアンが悪いやつみたいな言葉になってるからね。俺だからこれを言うやつ100%間違えるからね。プライベートとかでも使うやつ結構いるじゃん、たまーに。その時に毎回指摘するもん。使い方間違えてるよって。めんどくさいやつだから、これ。いや、違うよって。それはそういう時に使う言葉じゃないよって。
葉では告げない。あ、かっこいいな。俺フェラしてって言っちゃうもんね、やっぱりね。好きだよっていう前にフェラしてって言っちゃうもんな。言葉が出ちゃうんだよ。高光の字間違いすぎだとかね。俺スネオタイプかな。どうだろうな。ドラえもんの中で言ったら俺どこのポジションなんだろう。俺ドラえもんに感情移入できるキャラいないかな。スネオか。俺でもスネオタイプじゃないと思うよ。スネオって世渡りめっちゃうまいし、なんだろう、スネオってさ、すごい政治力あると思ってんの。あいつ政治家になったらなんかそこそこうまく政治家安定しそうな気がするんだけど、俺やっぱそのなんだろう、そのドイツが力持っててドイツにすり寄ろうみたいなのできないかな、あんまり。俺多分スネオタイプは向いてないと思ってて、スネオタイプが羨ましいけどな。どちらかっていうとのび太に近いと思うけど、俺は。ドラえもんいないとただのクズみたいな。まあドラえもんいてもただのクズだからな。でもまあのび太のもの取るときも言うけどな。言ってないんだよ、それが。のび太のもの取るとき、俺のものは俺のもの、お前のものは俺のものって言ってないんだよ、それが。これネットで検証されてんですよ。ツールっていうおもちゃいっぱい持ってるな。持ってないよ、全然。何ツールって。何ツールですか。マジ？マジなんだよ、これ。本当なんだよ。ドラえもんのんたん。まあ、だから今俺にとってのドラえもんは、だから俺の近くにいる人だよね。いや、みんながみんなドラえもん的な道具一個持ってるからね、やっぱ。俺は絵描けないけど、のんたん絵描けるしさ、そう。俺ができない。まあ、だからみんなドラえもんですよ。僕にとっては。俺にないものいっぱい持ってる、みんな。俺は基本的、世の中で一番持ってない人間だと思ってるから。いや、そういう生き方がしたいよね、やっぱ。俺、のび太かっこいいと思ってるから。あんだけドラえもんの、あんだけドラえもんから道具引き出せるやつ、のび太しかいねえと思ってるよ。のび太でいいんですよ。のんたんの絵アップしてほしい。のんたんの絵、だからグッズで T シャツに販売してるけど、今。結構売れてんだよ。グッズ販売やってますよ。URL 書いてあるでしょ。すずりとかグッズ販売ってページ行ったらあるはずや。のんたんの描いた絵の T シャツか。2枚出てるから。あと、のんたんのインスタグラムもあるからね。じゃあ、あと5分で寝まーす。俺ね、もうね、寝る。まあ、明日も仕事よ。今日3時間しか寝てないのに、また睡眠障害で寝れてないから。寝るわ。ごめんね、配信ちょっとおろすかで、最近。ちょっと今、充電したい時期だから。頑張るから。ちょっと、なんか、いろいろ整理してるから。頑張ります。いや、無理はしてない、全然。てか、まあ、配信やって死ぬとかないから大丈夫ですよ。おつおつ。
うん、じゃあみんなおやすみ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんねんもう。